めっちゃ眩しいね。안녕하세요미소입니다今日は今は釜山に来たんやけど、釜山の旅行も最終の日になって、昨日まではコンサートとかでめっちゃワイワイしよったんやけども、最終日ぐらいゆっくりなんか綺麗な景色を見ながらゆっくりしたいなと思って、これでねやっぱね釜山の景色って言ったらね、ある場所が一つね頭に残ると思うやけ紹介しようと思って、でそれがどこかって言ったら、日本語で言ったら天川文化村っていうところに来たんやけど、もうね目の前にね前方が広がっとる。もうめっちゃ綺麗。カメラで伝わるか分からんけど、釜山とかってあんまりソウルに比べて行く機会ないやんか、やけん景色をいっぱいカメラを通して伝えていけたらいいなと思って撮るに至りました。じゃあ見ていこうか。もう早速見えたんやけど、めっちゃ綺麗。でも坂があるけん、もうこれ降りたらまた登ってこない関係だるんやね。じゃあ降りていくわ。なんかこんな感じで町自体がめっちゃねなんか映えとる。めっちゃ綺麗。なんかこうやって繁忙着とる人もおるし、めっちゃ映えるやんこれ。これほんまに住んどんかな。こうやってほんまに住んどん、うん、らしいよ。でこれ住んどんだって人。こんなカラフルな家で生活しよったら家族も円満になりそうやけど、なんか光がめっちゃ強いけん、奇跡じゃないよ。景色もめっちゃ綺麗なんやけど、過去に1回だけ来たことあるんやけど、その時もねなんか衝撃を受けたけど、久しぶりに来たらねやっぱね衝撃受けるわ、ね、めっちゃ眩しいね、うん。この角度とかめっちゃ漏れるやん。漏れんじゃない。めっちゃ映えるもん。ほら見て、うん、なんかここはね、釜山って言ったらねここがね頭に浮かぶけんね、それぐらい有名な場所やけん。過去にねあのキムタクもねここでドラマ撮ったらしい。なんかレッドイットゴーのレディゴーの人とコラボしてるドラマ、なんていうかね、あれヒーロー、うん、ヒーローでコラボしとったよ。なんか体型のドラマがここで撮影されよる。なんかいいね、落ち着くね。壁もこうやってあって洗濯バサミでさえも映えて見える。あ、綺麗だね。あ、ここ綺麗。ここめっちゃ綺麗。映えとるよ。めっちゃ映えとるよ。坂が激しいね。でもこの坂を乗り越えた先にこの美しい背景を間近で見れるんよね。壁ってめっちゃ映えるやん。音楽だってこうやし、でもちょっとここ苔あるけんあんま映えねえけど、苔があります。これが釜山の苔です。眩しい。めっちゃ可愛い。これなんか家の模型みたいなのがこうやって売ってある。景色の背景を撮ったやつか。めっちゃ可愛いよこれ。冷蔵庫に貼っとったら可愛そう。アクセサリーもあって、これわざわざ釜山で買わないかんのかな。1500円する。なんかね、めっちゃね映えるねカフェに来たんやけど、こうやってねカップルとかがね記念日をジャラジャラやってんやけど、なんか座席自体もねめっちゃ映えとんよ。席から景色がめっちゃ見えるん。やばー、めっちゃ映えるやんこれ。インスタグラマーみたいな。フォークもこんな光り輝いて。めっちゃ冷たい。釜山の味がする。なんか運動する場所がある。あの季節をあの背景を見ながら運動できるんやって。じゃあ運動してこわい。多分5キロ痩せた。今日は釜山の天川村のところをいっぱい紹介したんやけど、ここはね景色以外にもカフェもあるしご飯屋さんもあるけん、しんどいなと思ったらご飯食べてなんかお座りとかもできるけん、釜山に来たらぜひ本当に来て、絶対楽しいと思うけん来てみてはどうでしょうかって思います。旅の最終でしんどいけん、これから KTX で爆睡してソウル着いて家でもう食べて寝たいと思います。やけん釜山来たらぜひここ来てみてください。以上大韓ミックからでした。バイバーイ。